こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアはブルーオーシャンということですね。オーストラリアでアマゾンが物販を始めれば、日本でヤフオクがスタートした時のような状態になると予想されます。まあ、15年前ヤフオクがスタートした時のですね、輸入ビジネスの儲け方、ヤフオクを使って私がどういうふうに、儲けていたのかということなんですけど、一言で言って、海外で購入したヴィトンをヤフオクで販売するだけです。これだけで一度旅行に行くとですね、大体100万から200万稼げたと。で、当時、旅行行く際はね、カジノによく行ってたもんですから、で、カジノのあるホテルには大抵ヴィトンが入ってました。で、そこでね、カジノの合間にヴィトンを買うと。で、その国のヴィトン、他にもね、例えば、ソウル行けばソウル中の免税店、ヨーロッパ行けば、ヨーロッパのパリなり、バルセロナの複数のヴィトンに行くと。で、ポイントはもう、仕入れれば売れるんで、どうやって仕入れるか。でね、ヴィトンは結構、販売管理というかね、そういうのがしっかりしてたんで、免税枠を使ってパスポートを出して買うとね、もうそれで、買ってる個数がね、昨日他の店で買ってるからあなたにはもう売れないとかいうことがありました。そうならないようにね、もうソウルにいるのに韓国語ができないとかね、パリで買い物するのにフランス語できないとか、そういう見え見えの状態なんですけど、自分は旅行者じゃないということでね、パスポートを出さずに、例えば現金で買ったりというのでね、何個買ったかというのをバレないようにして買ったりもしました。そんなこんなで買えば儲かるとね、いう状態から、儲かんなくなってたのは分かったんですけど、今どうなのかなと思って見てみたらですね、全然、儲けようがないというような状態ですね。20万ちょっとのね、このキーポル、このショルダーストラップ付きのキーポル、新品同様というのでね、12万8000円。これ、質屋さんの値段です。だから、同じ新品でも、しかも質屋さんですからね、ある程度信用力はあるんでしょうけど、それでももう4割引きじゃないと売れないと。なんでそんなことになっちゃったかというと、もう今や、ヴィトンはどこにでもあると。ね、このヤフオクが始まった頃はね、ヴィトンって、今じゃ考えられないですけど、あんまりなかったんですね。東京の青山にね、カタログ見て乗客向けに、一部販売したり、あるいはね、メンテナンス中心の店舗は、店舗というかね、オフィスはありましたけど、それ以外はもうほとんどなかったと。でね、高島屋とかに徐々に入り出して、それでももう入ればすぐ売れちゃってね、品物が全然ないと。ね、で、人気モデルはもう、海外で買ってきて出せばすぐ売れたというのがね、15年前の状態でした。だから不足しているものを見つけて、で、販売するサイトがあればですね、かなり儲かります。ところが今やね、ヤフオクなんかはね、偽物なんかをだいぶ野放しにしたとかね、という問題もあって、かなり安くないと売れなくなってしまったということで、今ね、ヤフオクで売って儲けると、ヴィトンをヤフオクで売って儲けるというのはかなり難しい。で、この今難しい状態から15年前はね、あれば売れるという、その間にね、中古を安く買って独自ショップで売れば儲かったとかね、レアなモデルなら、儲かったとかいう、時期はありましたけど、いずれにしても今現在は初心者の方が儲けるにはかなり厳しい商品ということになってます。で、初心者の方がね、簡単に儲かる商品というのをね、今の日本で探すのはかなり困難。そんなこんなでね、アメリカのアマゾン輸出を今進めてるわけなんですけど、オーストラリアのアマゾンの物販が始まればですね、それとは段違いに、アメリカとは段違いに、もちろんね、日本とは比較すること自体が若げてるぐらいに、儲かる商品が見つけやすいです。なぜならね、もう入ってきてない商品が、たくさんあると。で、そういう商品はですね、オーストラリアの方は、どうしても欲しい人は、Amazon.com とか eBay を使って買ってますけど、大部分の人はね、その商品があるのを知らないと。だからね、オーストラリア Amazon 始まれば、当然のことながら Amazon はこんなものも売ってますというのをね、広告ガンガンやりますし、プラス、Amazon で物売り出したんだと見に来る方が結構いると。
そこでね、珍しいもの、あるいはね、購入欲をそそるものを見せてあげれば、まあ、ほいほい売れるという状態がね、当然考えられますんで、オーストラリアアマゾン、販売開始かなり楽しみに待ってます。それ面白そうだねと、自分も儲けたいなという方はですね、無料メルマガに登録してですね、こちらのメルマガとして、オーストラリアアマゾンの状態を、チェックしてください。まあ、ちなみに私は、まあ、今オーストラリアのシドニーに住んでますんでですね、情報を集めてますし、開始されればですね、他の方ではできない、サポート等もできます。まあ、そういうのも含めて、情報を公開してきますんで、まあ、無料メルマガなんで、まずは登録して、オーストラリアアマゾンの情報をチェックしてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。